パターンでどうミットするかだから、はい、いいっすよ、はい、ストレート、はい、ストレート、はい、自分で、はい、ジャンプ、はい、ストレート、はい、フック、はい、フック、それとフック打ってるのはこっち回るのですね。あ、そう、だってこっち打ってるんだから、こっち回れるのです。はい、逆に打ってる方向と逆の方向に体を持っていくので、はい、でこっちに回したら回したスタンス、はい、体を体重かけながら、体重かけながらこうやったら、まあ、回したスタンス、はい、なんでこうやってそう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 、はい、ストレート、そう、それも別にストレート打って下がるだけです。殴りながら下がったら前へ来るんだから、下がったら、うん、打って下がるんです。体重がこう僕前に来るんだから、はい、あー、下がるんです。はい、前に来てもらって、僕来て、あ、はい、フックで引っ張り入れるとかできるんで、はい、はい、なんで、バーン、ね、逆に言うのを、まあ、そうしてもらうとフックで打ちづらくなるから、なんで、あ、フック打たないと回らないよね。普通にそのままもう一回右ストレート打って下がります。何でもなしで回ったら殴られます。左フックがあるから相手を切れないと思う、はい、なんで、バーン、そう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 、その、ただ単に回るだけだと殴られるんで、はい、で、こう来て、で、その下がるとかね、相手のやつを打って、かわす、はい、はい、で、パワー、殴って、チャラやって、はい、そうっす、殴って、後ろに下がる、殴って下がる、ああ、そうそうそう、はい、そうそう、